ダークラウディスは、ドイツバーデンビュールテンベルク州ビベラフ派、アンデアリス出身の元モーターサイクル、ロードレースライダー。1993年のロードレース世界選手権 125cc クラスチャンピオン。ドイツ国内選手権、ヨーロッパ選手権への参戦を経て、1989年にロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たす。 軽量クラスにあった小柄な体格を生かして活躍し、1990年第4戦ミサノで初表彰台、1992年第12戦インテルラゴスで初勝利を獲得した。そして1993年、日本の坂田和人とのタイトル争いを制し、年間9勝を収めてワールドチャンピオンに輝いた。ラウディスは、その後1997年まで、 GP 参戦を続け、通算14勝を記録した。引退後は荒く、ホンダと共に、新人育成のシリーズ、ダークドックチャレンジに関わったり、自らのチームを、ドイツ国内選手権に参戦させたりと、後進のドイツ人ライダーの育成に努めている。また2004年から2008年までは、ユーロスポーツのモートジッピー中継のコメンテーターを、務めていた。ありがとうございます。